造影剤とは、画像診断の際に画像にコントラストをつけたり、特定の組織を強調して撮影するために患者に投与される医薬品である。組織そのものの写り方が変わるのではなく、生体組織とは写り方が大きく異なる物質を取り込ませることで、画像上その組織の写り方が大きく変化したように見えるのである。つまり、例えば、X 線を用いた撮影においては、 X 線をよく遮蔽する物質が使われる。いずれにしても生体に与える副作用の少ない物質が造影剤として選ばれ、要素化合物、バリウム化合物、カドリニウム化合物二酸化炭素などが用いられる。アナフィラキシーショックあらゆる物質は、それに対する生体のアレルギー反応を起こし得る。造影剤も例外ではなく、アナフィラキシーショックを起こすリスクは、 他の薬剤に比べやや高い。なお血管に投与するタイプなどの一部の造影剤は体内に投与されると体が熱く感じるが、これは血管が広がり血行が良くなることにより起こるためで問題はない。造影剤腎症用土造影剤は大部分が尿中排泄され、主に血管収縮による拒絶と筋医尿細管障害により腎毒性を引き起こす。 特に4性のものは、浸透圧性が高く、低温性より、腎臓に負荷がかかりやすいとされている。アナフィラキシーショックの呈する症状が激しいのに対し、こちらは個別の症例で予後に対する影響が緩やかで、あるために見過ごされてきた。2000年代になって、大規模かつ、長期の疫学調査により、特に重症患者において、生命予後を、 数パーセントとはいえ有に低下させることが示され、注目を集めるようになった。造影剤関連急成人障害とも呼ばれる。要素過剰症一過性の甲状腺機能更新症を発症することがある。生理食塩水による保液、アセチルシステインによる下毒、重炭酸による人機能の維持などが提唱されているが、本症自体が大規模な疫学調査によって、 初めて示された疾患であるので、有効性の立証も困難であり、論文によって、その有効性の評価は分かれている。また病院によっては、副作用予防のために、撮影前にコップ一杯分の水を飲むように指示されることもある。ありがとうございます。